こんにちは、指圧伝導士のタカです。皆さん、酢豚はお好きですか？僕はね、酢豚すごく苦手なんですよ。もうあの甘辛酸っぱさが苦手で、パイナップルが入ってるのなんてもうもってのほか。これは美味しいから騙されたと思って食べてみてって言って、本当に何回騙されたことか。まあ中華料理のお店に行ったとしてもね、自分から進んで酢豚を頼むことはまずないので、基本的には酢豚とは無縁な生活をしています。でも、もしあなたが中華料理屋さんに入って席についてこうメニューを見てるときですね、そこの店員さんがこうやってきて腕をガッと掴んで、あなたは酢豚を注文しなさい、酢豚を食べなさいって強要強制してきたらどう思いますか？ラーメン、餃子、チャーハン、他にもチョイスがある上にメニューを見て帰ることだって普通は許されてますよね。おかしいと思いませんか？私の言うことだけを信じなさい、私の言うことを聞きなさい、酢豚を食べなさい、酢豚を食べなければあなたは帰ることも許しません、ただし酢豚を食べたら自由にしてあげますよ。そんなこと言ってきたらどう思いますか？おかしな話ですよね。酢豚が好きな人とか、酢豚好きでもないけれども嫌いでもなくて食べられる人はいいとは思うんですけれども、僕本当に酢豚は嫌いで、トラウマもあってアレルギーもあって、もう酢豚大嫌いなんですよ。しかもこのお店、新メニューとして世界初の斬新かつユニークで誰も食べたことのない新酢豚を実験的に提供するっていうんですよね。もういいですよ、もうね、昔からあるトラディショナルなものの酢豚でいいです。もうね、余計な工夫いらないし、謎の調味料とか隠し味もいらないし、せめて何が入ってるのか、どうやって作られてるのか、どれだけの評判があるのかということだけでも正確に教えてほしいだけなんですよ。なんかね、マイクロチップ寄生虫は大丈夫？いや、そこまでは考えてないですよ。たかが酢豚ですからね。でも自分が食べるものなんだから、チョイスは欲しいし、せめて様子を見るだとか、やっぱり食べないとかね、選択肢を残してほしいだけなんですよ。でもね、僕もまあ大人ですしね、自分で入ったお店です。女店長さんもね、優しそうに見えて頑張ってくれてるなと思って応援してたのも自分なので、本当にね、どうしようもなく酢豚を食べろということになったら頑張って食べようと思いますよ。いや、可能であれば食べたふりしたいな、小学校の給食の時みたいに。こうやってね、それでもダメで酢豚を食べないともう首を切るよ。っていうことになったら、もうこのお店を出て自由な選択肢をさせてくれるところに移動しようと思います。実際問題、僕ね、酢豚を食べられないことで今無職になっちゃったんですけれども、まあまだ頑張れると思うのでちょっと抵抗してみますけれどもね、まあ、ここまで来たらもう酢豚の良し悪しとか正直どうでもいいんですよね。自由とか基本的な人権の問題だと思ってます。だって自分の体の中に取り入れるもののことですから、自分で決めるのが当たり前ですよね。人類の歴史を見ると、人が人を支配する搾取するという時代が長らく続いてきました。そこで中世に神という概念を置いて、神様のもとに人が皆平等だという人権思想が生まれたと言われてますけれども、所詮は人間が考え出したもの。こうやってね、民主国家と言ってもかくもあっけなくも人権っていうのは取り去られてしまうんですよ。もうね、今のようなこの世界の大混乱を収めることができるのは人間には不可能であって、神様の力に頼るしかないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だって神様っていうのは何にもないところから宇宙を作り出したお方です。できないことはなんて何もないはずなんですよね。神様の見えざる手の介入によってしか今の状況を変えることはできないっていうふうに思うんです。僕がこういうふうに言ってると、え、またお前は現実逃避して目に見えない神様なんて持ち出して本当に弱い人間だなっていう声が聞こえてくるんですよ。はい、すいません、僕はどうしようもなく弱くずる賢く醜い人間だと思います。
でもね、自分の弱さとか醜さに直視して向き合ってとことん打ちのめされるっていう体験は必要だと思うんですよ。むしろ自分の強さを過信して自分には何でもできる、人間には何でもできるんだっていうふうに思ってる方が傲慢でおこがましいことだと思いませんか？そして自分の愚かさにとことん向き合うことで、こんなにも醜い自分が、ダメな自分が今も生かされて愛されてるっていうことに思い至って、本当の謙虚さとか感謝とか、心の平安っていうのを持つことができるって思うんです。今ね、本当にストレスフルで先が見えない時代ですけれども、ここに一つ心の処方箋があると思います。今不安とか恐れを感じているのは、あなたの中にある価値観に基づいて感情が動いてるからですよね。っていうことは、あなたの価値観を一旦脇に置いておいて、別の価値観、例えばこの聖書、神様の御言葉に触れてみるっていうのは一ついいことだと思うんです。このね、聖書っていうのは、人間がいかにして生きるべきか、いかにして生きると幸せになるかということを教えてくれる哲学書としての側面だけではなくて、人類の歴史書でもあり、予言書なんです。それでここに書かれている予言というのは、歴史を通して 100% ですよ、 100% 成就しているということが証明されています。宇宙の誕生から人類の出現、そしてこれからのことまで時系列に全て書かれています。具体的には、後半のこの薄っぺらいところ、ここだけのね、ヨハネの黙示録というところに、この現在の世界情勢からこれから起こるであろうことまで細かく書かれてるんですよね。何事でも全体像をしっかり把握していることで、現在どうするべきかっていうことを判断するきっかけができると思うんですけれども、精神的にも先のことを知ってるっていうのはすごく安心につながるんですよ。先の見えないこの時代だからこそ、この聖書という生き方指南書に向かい合ってみるっていうのはすごく大事なことのように思います。酢豚の話からだいぶ話それてしまいましたけれども、実際僕ね、酢豚食べられなくて現在仕事を失ってしまいまして、でこれからもずっと迫害されていく少数派なんですけれども、意外とこの状況をね、楽しみっていうのも変なんですけれども、あんまり不安には思ってないところがあるんですよね。それもやっぱりこの聖書を学んでいるからだと思います。やっぱりね、正直僕もいろいろ不安とか恐れとかあって、いろんな情報に左右されて右往左往してましたけれども、結局この後世界がどういう風になっていくのかっていうことが分かったことで、まあ今は辛いけれどもね、最終的にはこうなるだということを知っていることで、だいぶね、心が安定して今自分ができることにフォーカスしようということができるようになりました。こんなに分厚い聖書なんですけれども、一番大事なことはたった2行で集約されている箇所があります。マタイの福音書22章の、37、38、39節かね、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。そしてあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、というこの第二の戒めもそれと同じように重要です。これ究極なところですよね。キリスト教が愛の教えであるっていうことは皆さんご存知だとは思うんですけれども、この隣人愛の前に、この世界を作り出した創造主神様をまず第一義に愛しなさいということが大事というふうに書かれています。このことが分かってしまうとね、聖書を読み始めると意外とね、スラスラっと入ってくるところが多いと思うんですよ。大半はもうね、歴史小説みたいなもんなのでね、面白く読めると思います。もうとりあえずね、仕事を失って今やることないと言ったら、でも庭仕事とかやりたいこといっぱいいくらでもあるから楽しくやってるんですけれども、時間があって聖書の勉強も最近は進めています。せっかくですから、僕の心に響いた神様の御言葉っていうのもこれからご紹介できていけたらいいなというふうに思っています。いやー、今日はちょっと真面目なことを語ってしまいましたけれども、最近僕ね、ちょっとね、ニュージーランドのデモの様子ばっか動画にしてたんですけれども、改めて自分の好きなガーデニングだとか治療のこととか、そして神様の御言葉シリーズっていうのを、アップしていけたらいいかなっていうふうに思っています。実はね、この指圧伝道師っていうことを始めて丸々1周年が経ったんですよ、先月に。でも全くそれどころじゃなくて、ありがとうございますなんていう動画を作るつもりだったんですけど、そのことも忘れてしまいました。ここで改めてこの1年間指圧伝道師タカを応援してくださりありがとうございましたと、本当に心から感謝の念を述べたいと思います。そしてこれからもよろしくお願いいたします。